人生の幻影は、1983年制作、放映、ダニエル・シュミット監督によるスイスのテレビ映画、ドキュメンタリー映画であり、日本では1986年に中編劇映画として劇場公開された。ドイツ・ハンブルクに生まれ、ドイツとアメリカ合衆国で映画的キャリアを経た映画監督、ダグラス・サークの1983年現在と、 サークの作品を引用しながら彼の足跡を追う。サークは1959年にアメリカで監督した映画《悲しみは空の彼方に》を発表した後、スイスのイタリア語圏、ティチーノ・シュール・ガーノに、夫人のヒルでジャリーと共に住む。本作を制作、放映したテレビジオン・スイス・ロマンドは、スイスのジュネーブにあるフランス語圏向けのフランス語の放送局で、 本作の現代はフランス語でミラージュ・デラビーと名付けられたが作品中で使用される言語はドイツ語と英語である。この現代は悲しみは空の彼方にのフランス語圏でのタイトルと同一である。サークは本作の放映の4年後1987年1月14日に同地で亡くなったロケ地ルガーノの街。下記のダグラス・サーク監督作品が本編内で 引用された。ありがとうございます。